僕らはさ何も使わない。ウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。昔懐かしい風景が残る国頭村東原地区、雨の中朝早くから公民館に向かう姿がありました。レタスを調理室に運んでいるのはカネマン食堂の山田さんです。どうにか協力してもらって、今もう本当にこの野菜とかもこのメニュー、こういうメニューしますって言ったら、これあるけど使う使うとか言ってて、鮮度のいい無農薬の野菜がたくさん届きます。今日は地域の人たちに100円で昼食を提供するカネマン食堂の開催日。山田さんの発案で6年前に始まり、今回で69回目を迎えます。カネマン食堂のメンバーが集まってきました。忙しくて楽しい時間が始まります。みんなの思いで食堂が動き出す。ありがとうね。ポテト、かぼちゃチンして帰ろうか。主食のものだけ、その主のものだけを決めて、あとは全部来たもので決めます。その日の朝にいろいろ、そんな感じです。東京から移住して20年経つんですけど、もともとが調理人なんですよ。東京でホテルに調理で越してきた時はいたんですけど、ある程度年が来たんで、だから逆にあの料理が好きなんで、この生かすとこがあってありがたいです。料理上手のしーちゃんとしてメンバーに慕われている染谷さん。あるものを持ち寄って作る食堂がみんなのウェルビーイングを支えています。トマトサラダにしてもらって、沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。甘酢でやってください。沖縄セルラーの提供でお届けしました。